えー、あと7時間で始業式ですが勉強が終わってません一言くださいえっとあの音声で聞く分にはいいんですけどあのこれ動画で見てるとあの宿題がどんどん遅れるのであのひたすらあのどその音声を聞くだけでなんとか宿題やってください、はい、であの学校によっては始業式の時点ではまだ宿題提出って言われない場合があるんですよ 始業式は始業式で宿題は次の日みたいなパターンとかあの最初の授業の時に宿題を出してもらってますみたいなパターンがあるのでなので本当に9月1日が締め切りのものだけ先にやってくださいあとあの例えば3時間かかる宿題と1時間で終わる宿題が3つあるんだったら1時間で終わる宿題を3つを先にやってくださいなので時間がかか要はあの何個忘れたかが重要なんですよ 1>, で1個忘れただとあの9月1日に行ってあ持ってくるの忘れました明日持ってきますが成立する場合があるんですよでも3つ忘れました家に行っていうとお前やってねえだろって怒られる可能性があるのでなので1個だけは9月1日にもやってなくても明日持ってきますで許される可能性があるっていうのがあるのでなのですごく時間のかかるもの1個だけはもうやらないって決めて他のものを進めるっていうのもテクニックとしてあったりするんじゃないかなと思いますはい。 まあ、若いうちにこういう考えも知らない方がいいかもしれないですけどね皆さんチャンネル登録お願いしますここをクリックタップするとチャンネル登録できるからクリックタップしてみてねそして他にもいろんな動画がありますそちらの方もご覧くださいそれではひげわじしたバイバイ